アロハ、こんにちは。 DJ ソーライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。見ての通り魔石ですね。魔石やってみたいと思うんですけど、過去のね動画でね、最近聖の記憶ねやったんですけど、星5魔石ですね、楽趣味。まあなんとか倒せたっていうやつでね、これもあと初見のやつでね倒すの動画を撮れなかったので、ちょっと練習でやったら撮れちゃった、倒せちゃったんですよ。で今回はですね、風の記憶星5シルドラやってみたいと思うんですけど、これもですねシルドラ倒せちゃったんですよ。ちょっと準備してね、他の YouTuber さんの動画とか見たりして参考にしたりしてね、まあ、全然メンバーは違うんですけど、まあ、戦い方みたいなちょっと勉強してから戦ってみたんですよ。前結構なんだろう、星5魔石順調に行ってキマイラまで倒した時にですね、そのままシルドラ行ったんですけど全然倒せなくて、そうなったんですよ。最後の特に後半猛攻撃仕掛けてくるところ、あそこからね固くもなるし、まあ、結構スピード的にも回復も追いつかなくて、ちょっとね削れなくてそのままダメだったんですけど、まあ、今回ね倒せたんで、ちょっと動画に収めてみたいなと思ってやってみたいと思います。メンバーはこんな感じです。はい、上から行ってみましょうか。空にね、あのデスペル持たせてるんで、最初にデスペル要員として使います。で持ってるあのレジェマテは、まあ、まといと魔法剣もう一度発動するです。あと雷神にしてますね、スピード速くしています。で使うのはカスク製奥義ですね、まあ、オーバーフロー奥義も使う場合もあるとは思うんですけど、基本覚醒奥義って感じですね。持ってるのはこっちですね、二刀流魔法剣吹雪ですね。で回復役なんですが、エアリスちゃんイネセントキュアで踏み取ってです。ちょっと覚醒奥義は持ってないのでね、インナーセントキュアで対応したいと思います。ヘイスガ要員もエアリスちゃんで、ケアルジャ連発でいきます。でウララちゃんは、はい、シェルガと鬼人ですねの戦果でいきます。バフがねちょっと弱いんで、これでやっていきたいと思います。でマリカ・アルブルム、これ使って超絶リジェネがかけていきたいと思います。でチェーン役はラグナ君、これでいってます。チェーンであと調子よかったら、ラグナ6バスターで、ジャークタイヤかやっていきたいと思います。でバッツもね魔法剣いっぱい打てるようにしてるんですけど、そこそこそんなにね伸びないんで、まあ限界突破できたらいいかなって感じです。まあ、覚醒奥義使ってから戦う感じですね。はい、まあ、メンバーこんな感じですね。これでいってみたいと思います。まあ、最後の猛攻撃ね、回復が追いつけば全然倒せないことないと思うんですけど、チェインが1回でね倒せないっていうところがネックです。はい、ベストタイム30秒87ですね。30秒切りができてないので、今回この動画実はチャレンジするの2回目ですね。シルドラの魔石はまだ1個しか持ってないので、これが2回目になります。これで30秒切りできたらと思ってます。それでは行ってみましょうか。シルドラ戦、風の記憶星5ですね。物理メンバー行ってみましょうか。うちの氷物理メンバーで行きましょう。はい、行きましょう。まずは空で壁張ります。空壁1回これスキップします。バッチですぐに覚醒奥義いけるようにエンダースピル連発でいきます。エンダースピルでヘイスガでホールドオファー使っちゃいます。でこれで多分耐えられないんですよ。なんで、はい、超絶でまずリジェネがかけます。はい、これでリジェネがかけてるので少しちょっとこれですね、デスペル使っちゃいます。交代リングでバッツはエンダースピルで、ソラちゃんでこれでデスペルですね。はい、行ってみましょうか。はい、これで回復、これ安定でね出てくれるとすごい助かるんですけどね、結構これ運ゲーになっちゃうんで。はい、これで弱体化いいですね。弱体化2回いきましたね。回復がねちょっと心配なんですけど、ここからシェルがいっちゃいます。はい、二刀流フルってもう使っちゃいますね。ケアルチャ、ちょっとバッツは今エンドアスペルでしたね。その方が良かったかな。結構こう釣られてやっちゃうんですよね、魔法剣の方ポンポンって。はい、これシェルが入りました。ちょっと回復がまだちょっと心配なんですが、ここでねエアリスちゃんが全体もしくはあの、まあ、これもジャンクション使っていきましょうか。割と早めに使っていきましょう。どっちにしろチェインは2回やんなきゃ無理だなっていう感じなんですよね。バツ君いい感じでねこれ連続やってくれるんですけど、これチェイン中のね覚醒奥義中にやってくれるといいんですけどね、なかなかそうはいかないのが現実ですね。はい、これで今チェーン入ったんで、まずちょっと稼ぎたいと思います。最初のねこのなんだろう覚醒奥義溜まるまでは
あ、これ戦車歌ってきますね。ケアルチャ、うん、魔石も早い段階に使っていきたいですね。それで強襲を解除してあげたいかなっていうのが、お、いいね、うららちゃん回復。はい、うん、まだまだですね。ちょっと今様子見てラグナーで魔石使った方が良かったかなっていうのもありますからね。はい、まあ、とりあえずなんとか大丈夫です。弱体化入ってくれると嬉しいですね。はい、ここでマスターハート使っていきます。で、ついに使っていきましょうか。で、うん、そうだな、バッツさんでもこれももう覚醒技入れて攻撃耐性取っていきましょうか。バッツはね、一応氷はね属性に入ってないので、その4属性とは違うので、ね、これダメージは出ないんですけど、覚醒奥義っていうことでやってきます。この戦闘機は使っておきましょうか。ここね、もったいぶると次のなんだろう、風の攻撃かな。エアリスちゃん死んじゃうんですよね。踏みとどつけときたいなっていうのはありますね。弱体化つけたいけど、次のチェーン取っていこうかな。さっきのやつこれで死んじゃうんですよね。やっとかないと。はい、まだ、お、いいねいいね、強襲解除が外れましたね。まあ、このタイミングでウララちゃん行くと結構調子いいと8万ぐらい行くんですよね。どうでしょう、7万ぐらいですね。悪くないじゃないでしょうか。サンダーストーン死にそう。俺踏みとどないと死んでますからね。結構食らってますね、サンダーストーンは。ちょっとここはできれば耐えてほしいですね。うららちゃんここで溜まってたら、ちょっとケアルじゃ回復間に合うかな。うん、どうだろう、これ死んじゃうんじゃないですか。あ、 OK、 これちょっと一瞬焦るんですよね。ちょっとこれ一瞬焦るってますよね。まあ、一応これ即時発動でなんとか。今ちょっと一瞬焦ったっすね。これは空はいい感じにね、こうカンストしてるんでね、もう一回発動してくれると嬉しい。うん、まあ、とりあえずは万事休すですね。よし、バッツも一応限界突破してる。ここでね3、4回発動してくれると結構嬉しいんですけど、はい、来ました3回目。もう一回来るか、突然来ない。ちょっと弱体入れてみましょうかね。いつもだとここに弱体入れないんですけど、チェーンもう1回絶対入れなきゃダメなんで、その時に残しておくんですけど、ちょっと今回使ってみます。この1回目のゲージが長い間にバッツの攻撃でね結構減らしておきたいかなみたいな。これ10万か、あ、3万か、戦機使います。戦火か、うん、3万、まあ、まずまずでしょう。やるじゃん。ちょっと次の攻撃来たらイノセントキラーでもう1回ちょっと踏みとどかけとかないとちょっと心配ですね。今ちょっとエアリス待機の方が良かったのかなってちょっと思いましたね、若干。これでフェーズが変わったら、うーん、ですよね。ちょっと空でここでデスクで使わなきゃまずいかな。そうですね。で、次の猛攻撃やったらエアリスで、イネセントキュアかけ直しちょっとやらなきゃまずいかな。いいねバッツ、いいねバッツ、いいねバッツ、いいねバッツ。まだ20秒いってませんからね。ちょっとここで早く空でデスペルをかけてあげたいってやるじゃん。まあいいね、自分に保険かけるのは。はい、全体回復。まあ今これ全員は HP マックスなんですけど、ゲージにちょっと余裕がないんでね、結構ピンチはピンチですね。 HP 全開だけど、うん、結構やばい。強襲ここで入りますね。デスペル使います。はい、ちょっとここでイノセントキア使っておきましょうか。お、やばい、ここで死ぬかもしれない。ちょっと遅れたかな。 OK、 死んでない。ギリギリですね今、このタイミングギリギリ。さっきちょっと一旦待っといてよかったかなっていうのありますね。ここからねデスペル入って、はい、問題はラグナさんがもう1回チェーンやる余力が残ってるのかっていうところですね。ゲージちょっとそこが心配ですね。いつもだとあそこで弱体の超絶を使わないんでね。あ、バッツ君がすげえ頑張ってくれてる。もう1回行ってほしいな。おー、素晴らしい。あともう1回行くか。さすがにここまでですね。
で、バツがここで、やばい、踏みとどまった。これでなんとか解除。おー、いいね、まだ生きてる。まあこのチェーン中だったらあともう一回でって感じなんですけど、どうしよう、ここちょっと悩むところなんですよ。うららで戦技を使うか、ちょっと戦技使いましょうかね、緊急事態なんで。とりあえずは、30秒いけそうですね。今ちょっと奥義にしようか悩んだんですけど、多分3万3万しかいかないんですよ。そうすると多分倒せないのかなっていうところもあったんで、はい、お、完走しましたね。次のターンでいけるんじゃないでしょうか。もしかしたらここで倒せるのかな。いきましたね、24秒、ベストタイム更新ですね。はい、シルドラ戦2回目の撃破で、30秒も切って25秒蹴りもできましたね。まずまずの内容なんじゃないでしょうか。ちょっと慣れてきましたね。エクセレント。ダメージちょっと食らいすぎてるかなっていうのあるんですけどね。オッケー、アルカナもゲット。はい、シルドラ2体目です。ちょっとせっかくなんでね、シルドラ合成してみましょうか。限界突破してみたいと思います。はい、倒しました。シルドラ倒しました。あー、よかったよかった。シルドラってやっぱりでもこの魔石星5に僕突入する前からやっぱりちょっと僕も出遅れてたんでね、シルドラやっぱやべえみたいなのやっぱ多分 YouTube とかでも Twitter とか掲示板とかでもなってたと思うんですけど、はい、これですね、シルドラ2体目です。はーい、 OK、 シルドラ2体目ゲットですってことでね。はい、シルドラやっぱ結構いかつかったと思うんですけど、多分属性的にはあれですもんね、シルドラ最後の方でしたもんね、こう実装されたのは、だと思うので、まあなかなか強力なやつなんだろうなとは思ったんですけど、厄介でしたねやっぱり。で、僕次のね残ってるとしたら、実はあれなんですよね、シルドラの次にまだ挑んでないやつがあって、クリアしてるのが、まあ、もちろんあの魔法と物理っていう意味では両方クリアしてるのないんですけど、この中で見るとね、クリアしてんの水ですね。水は魔法クリアしてるんですよ。で、炎はこれはですね、物理クリアしてるんです。そうだ、氷ですね、氷は魔法クリアしてるんですよ。魔法クリアしてるんですけど、で、今ですね、風やったやつは物理クリアしてますね。で、次は地ですね。地だったら風は僕あれですね、物理が強いんで、まあ、こいつとヘカとケイルの記憶戦ってみたいと思うんですけど、まあ、クラウドバッツいるんでね、クラウドバッツあとなんだ空で行こうかななんて思ってますね。で、魔石がね星4の時からほとんど薄いので、そこがちょっと心配かなっていうんですけど、まあ、あと雷ですね。土だったらもう土もね、まあ、いるんでね、魔法も物理もどっちもいけるかな。物理は結局魔法のなんだろう、レッド13チェーンになっちゃうんですけど、物理だったらバッツ、まあ、バッツとまた空になっちゃうんですかね。バッツ空でいく感じですかね。魔法だったらはティナちゃん、オニオン、エナクロって感じでいこうかななんて思ってますね。あと回復、そんな感じですよね。まあ、うららちゃんとって感じですかね。うららちゃんですね、行こうかなと思って、キングベヒモさん、まあシルダより強くないでしょう、ちと雷は。で、一応聖はね前回倒したのがあるんでね、楽しみ倒したんで今周回してるんですけど、ある程度魔石が溜まったら闇行ってみたいと思いますね。闇だったら聖も、闇だったらね、聖パーティー、物理も魔法も揃ってるつもりなんで、こう行ってみたいですね。早くオーディン行きたいですね。あの星6魔石出るまでにオーディンと思ったんですけど、ちょっと全属性のね物理魔法をクリアするのはかなり難しいかなと思うんですけど、はい、これで感じでちょっと魔石進めてます。
ナイトメアの方もね、たまにちょっと進めてみようかと思うんですけど、今は魔石周回して魔石集め、楽趣味とシルドラですかね、とりあえず回ってみたいと思います。今回メロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーはこれぐらいで終了です。よかったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。 DJ ソーライズでした。ありがとうございます。